どうしたの？いい話といい話の2つがあるの。どっちから聞きたい？それなら2つ目の話で。まあどっちでもあんまり変わらないから、アンジェリナのことから。仲直りできたの？それで演劇に参加してくれるって？失敗した。そっちは保留って言われちゃった。いい話はセロがもう行っちゃったか。え？ベルがね、演劇に参加してくれるって。よかったじゃないか。うん。だけど急に今朝になって OK くれたんだよね。それとも若葉が水面下で粘り強く交渉してた成果とか？都に着いてからは一度もしてないかな。そうか。そうすると考えに考えた末とかかな。とりあえず結果オーライね。どうぞ。よかったらベッドにでも座って。どう？なんかすっごく新鮮。もう下の子が文句言ってくるわよ。けどさ、どうして急に部屋に誘ってくれたの？話せば長くなるかも。それでもいい？こら、寝るな。あなた、そろそろ一人部屋が欲しいって言ってたわよね。
同じ部屋に小さいとはいえ男の子いるでしょ。私もそろそろ年頃だから一人の部屋がいいなって。だけど個人用なんて3つしかないじゃない。そう考えると改築でもしない限りは当分無理よね。それだったら私の部屋に予約入れる？え？いいの？本当？うん。ただし首尾よくこの部屋を手に入れたらあなたにもあの条件がつくわよ。もっち、それは覚悟の上よ。嫌いじゃないからアルバイト上等。あーでもあれ、頭脳労働とかパスして体を動かす仕事がいいな。さすが料理担当ね。あ、そうだ、それで一つ相談があるの。あのね、お母さん、折り入って話したいことがあるの。あれはもう私の経験としか言いようがないね。悪いけど今は忙しいんだよ。夜にしてくれ。あの子も大きくなったね。案はあるもので死ぬかもしれないね。さあ、案のためにも面倒は今のうちに終わらせておくか。さてと、昼間の話の続きをしようかね。うん。
あ、姉さん、お昼の話だけど。悪いね、パウラ。ちょっとアンは借りていくよ。難しいかい、それは。そりゃ、私がお母さんと派手に喧嘩した思い出ですから。あれからしばらく、みんなからお姉ちゃん万歳って言われて鼻が高かったろ。そんなことないわよ。私が何とかする。予想していたのより小ぶりのピアノ。なんだ、今でもまだ不服なのかい。ううん、そんなことないわよ。買うの大変だったでしょ。さあね、忘れたよ。この部屋も防音にしたのよね。そうだったかもしれないね。それで話ってなんだ。お金持ちのいい人でも見つけたから将来は安泰になりましたの報告か。違うわ。私ね、舞台女優になろうと思うの。何を今更。そんなのあれだけ反対したんだから十分知ってるよ。だけど今日の宣言は違うの。どう違うんだい。私は女優になるためにこの家を出るの。別に一人暮らしがしたいってわけでもなさそうだね。当たり前でしょ。私はこの家が好きなんだから。じゃあずっといるがいいさ。
それはダメ。兄さんや姉さんたちと同じように私も自立する必要があるのよ。立派な心がけだ。それなら私も準備してきた甲斐があるってもんさ。気にせず続きをお話しよ。それで具体的にどうするのさ。それで若葉たちの旅に同行するわけか。うん、旅費は私が貯めたお小遣いでギリギリなんとか。へえ、ずいぶんと持ってそうだね。知らなかったよ。お母さんに言われた通り無駄遣いしないで貯めたから。随分とドタバタだね。それまでのアンの生活費は？それは若葉が特別に出演費という項目で捻出してくれると言ってくれたの。随分と。ボランティアにも近いデビューだね。なんであれ、まずは舞台に立ちたいの。私に足りないのは経験で、それを積まないことには。ああ、わかったわかった。難しい話はいいよ。あんたがそうするって決めたなら私は反対しないさ。自分から言っておいてなんだけど、本当にいいの？アンに始まったことじゃないさ。子供たちはみんなある日突然同じようなことを言うのさ。それでいつ出発するんだい？明日か明後日には。そりゃまたえらい急な話だね。そうすると肉屋さんのバイトは？いきなり抜けたりしたら向こうが大変だろ。代わりの人材を見つけてあるの。手回しがいいね。パウラよ。こりゃまたびっくりだね。だからあの子に自分の部屋をってことだね。そうよ。え、なんでお母さんそれを知ってるの？おっと、口が滑ったね。まあ種明かしするとね、あらかた裏は取ってあるんだよ。若葉にもパウラにも。私を誰だと思っているのさ。じゃあここまでの話はみんな知ってて聞いてたの？ああ、そうなるね。アンが嘘偽りなく報告してるのがよーくわかったよ。そうでもなきゃ今言われて「はいそうですか」って納得できるわけないだろ。まあ話があんまりにも急だからさ。選別もろくに用意できなかったけど許しておくれ。そんなの気にしないで。謝らなきゃいけないのは。これは？アンがこれまでアルバイトで稼いだお金がそれだよ。私って結構働いたんだね。
まあ本当はそこから渡した分のお小遣いを抜くのが決まりなんだけど、今回はそれはサービスさ、持っておゆき。え、そんな、このお金は家に入れたものだから。そうだね。そしてうちの子がうちを出るときにはそれを渡すことにしてるんだ。上の子たちもみんなそうしてきた。自立するんだろ、これから。そのための準備を自分でさせられていたってことさ。あら、湿っぽいのは勘弁だよ。ここは一つさらっと軽いお礼でも言ってもらっときな。ありがとう、お母さん。このお金は大切に使います。しかし、なんだね。あんたがお姫様役って聞いたけど、大丈夫かい？どういう意味？だって、どう考えたってお姫様は自分のことを、あたしとか言ったりしないだろ？平気だって。台本通りに演じるのが決まり。舞台の上では、あたしはお姫様なんですから。何がおかしいの？いや、アンが私って自分を呼ぶようになったのはこの私のせいだったなと思い出してさ。そうだったの？覚えてないのかい？やれやれ、アンが小さい頃の話さ。当時私は自分のことをあたしって呼んでたのさ。そうしたらアンはそれを真似して自分をあたしって言うようになってね。仕方ないから私って呼ぶように心がけつつ、アンには私って言いなさいと口酸っぱく言ったろ。そこはなんとなく。でも、私ってそうだったんだ。結局は、私が改善されちまったんだね。ごめんなさい。いいってこと。選別代わりにそれも持っていきな。私はどう映ってるんだろう。本当に大きくなったね、アン。自分の未来大切にね。アンはみんなの期待なんだ。はい。二人目さ、舞台志望の子が私のところから出ていくのは。え？私の他にも？ああ、いたんだよ。アンが会ったこともない男の子さ。まあいいさね。さあ、私はそろそろ部屋に戻るよ。アンも旅の準備があるんだろ。うん。だったらこ
これでおしまいさ。みんなへの報告は明日にしようね。